では第2回いってみよう。モンスターストライクイベントクエストだったな。スラッシュが出ましたと。スラッシュさん予約。オリガーね、12時からっていうわけわからん時間帯だったんだけど、なんとか1体取れましたと。30分ぐらいしか時間なかったんで録画なんてできなかったけど、なんとか出ました。オリガタンペロペローって言ったら、こっち来ないでって言われた。でも捕まえたけどね。じゃあイベントクエストのその前にモンスターを、確か 3DS の時はこいつ地雷を置くんだな。地雷を置くから、マインスイーパー持ってないかな。誰かマインスイーパー持ってないかな。マインスイーパー持ってないですか。誰か持ってない、持ってないかな。でもレベル高いのはあんまりいないんだよな。持ってない。マインスイーパー持ってる人、マインスイーパーもうそもそもレベル高いやつがいない。マインスイーパー持ってない、持ってないですか。持ってないね。持ってないですか。持ってないですね。マインスイーパー持ってないですか。持ってないですね。ユグドラシルが、 3DS はユグドラシルでいけたけど、持ってないね。持ってないので、ゴリ押しするか。ゴリ押ししかない。クエストイベントスラッシュ究極なんて俺にはできません。そもそもスタミナがありません。極で出ないかな。オリガの時は1回やって出なかったんだよな。1回やって出なくて、クソーってもう1回やったら、じゃあレベルアップしたんだ。ランクアップして、でもう1回やっていけた。マインスイーパーじゃないか。この人もらうよ。ありがとう。この冷蔵庫にはダッシュータン。反射ゲージか。ゲージか、めんどくさいな。こいつはなかった。まあいいや、ありがとう。これでいこう。この人、じゃあ行きます。レベルも高いしな。しかしオリガの火力アホみたいになったかな。びっくりしたわ。レーザービームビーってやったら8割効いて、おお、ちょガリ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 で、回復がちょうど出て取って、次なんか吹雪みたいなクルクルってました。ガリガリガリ、おし、死ぬって。復活がある。復活と地雷マンや。あの復活をどうにかして倒さんとダメだ。いけるんじゃないか、適当で。ドキューン、ドキューン、いい。一発でいきなり出してくんなよ、そんなの。倒した、倒せてない。畜生、復活される。どうして復活するんだ。うわー、よりによって地雷源。頼む。くそ、当たらない。トストストス。うわー、痛い。結構痛いよね。マインスイーパー持ってるんだ。じゃあ、いってらっしゃい。ちょ、アーサーに当たらないと。全部復活とかやめろよ。痛いか。よしよし。いい感じだ。回復を取って、取らなくても満タンだ。いつの間に。何があったんだ。よしよし。あれ、倒しきれてない。あ、倒した。終わった。一面は終わりました。さあ次だ。ボーナスステージじゃないか。最高だな。最高だ。行ってこい。あれ、爆発に当たらない。アーサーにも当たらない。これでルシファーのレベルがまた上げることができるぞ。ルシファーのレベルオーダー。ルシファーのレベルを上げることができるぞ。ありがたい。
101だからな。99にしてから神にしないといけないから。出たな、スラッシュ君。 DS で初めて戦った時はなんか一番強いやつだったからめっちゃ強くて倒せなかったんだよ。半日以上ずっと戦ってあとちょっとで勝てるのにっていうところまで行ってたけど結局勝てなくて、なんでやねんって思ってたら弱いのが出たって。もう一個弱いのが出た。普通ビーム打つのか。ちょ、やつ倒、やつ倒しとこう。あれ、カンカンカン、地雷踏んだ、地雷踏んだ、痛い。あそこ回復やっぱあるしな。ふんふんふん、回復止めた。あれ2000か。また地雷、あ、こいつそのものが地雷出すんだ。そうだった、忘れてた。こいつそのものが地雷出すんだ。痛い、地雷踏んだ、地雷踏んだ、痛い。あ、次のターンはないか。じゃあ今のうちに倒すぞ。倒すんだ、倒すんだ、倒せない。地雷、地雷、地雷がいっぱい、地雷がいっぱい。これで反射してアーサーにぶつけたら倒せんじゃないか。倒した、倒した。地雷踏んだ。待て待て待て、ルシファーの下に地雷があるんだ。さあ回復、さあ回復。またサービスゾーンだ。どんだけサービスしてくれるんだ。サービスします。トン、あれ爆発、爆発当たらないよ。いいんだいいんだ、こうやってストライクショットを貯めていけばいい。よし、ルシファーが溜まったぞ。そうそう、ボスまだかよ。まだダメだ、まだ今は使う時じゃない。そもそも溜まってない。あれ、うっ、アーサーに当たらなかった。アーサーに当ててくれよ。アーサーに当てるのがか、そうだ。やばい、あんなところにキョンシーが。キョンシー全然食らってないし、痛い。これなんか勝てない気がしてきた。俺の実力では勝てない気がしてきた。まずこの地雷野郎さえ倒せれば、あとはもうどうでもいいか。スラッシュ君をとりあえず倒そう。とりあえずスラッシュ君、とりあえずスラッシュ君、それからだ。さすがにこのキョンシーはスラッシュは回復しないだろう。はい、おしまい。よし、あれ回復するのがもったいない。あ、こいつは復活しかさせないから、復活するのに2ターンかかるから。その間にゲージを貯めていけばいいかな。よっしゃ、溜まった、お疲れ。長いな、スラッシュ13ターンだから1回逃げるぐらいか。1回逃げるだけならいいんだけど。わーわー、2回逃げる。しかもゾンビがおる、めんどくせー。あ、ミスってる、ミスってる。あ、でも逃げた。まだだ、まだ終わらん。これスピードクリアできないな。火力が足りない。そして何より火力が足りない。しかも回復がすぐそこにあるし。勘弁して、全部取ってもた、倒しきれない。あと9ターン、9ターンか。いいね、倒して、倒した、よし、よし、倒した。あと8ターン、あと8ターン、ちょうどのタイミングでいけてる。なんだあいつ、初めて見るな。
そいつの伝えちょっと何かな。上下方違う。バウンドすればバウンドするほど強くなる。一回使っとくか。ここで使うのもったいないな。しかし時間がなくなるよりはいいな。あれ、何それ何それ、ちょっと勘弁してくれよ。なんだそれ。やっちまった系じゃないか。来たー、力回って、来たー。あ、これなんか行けそうな気がしてきた。このまま下に突っ込んで、上で、うわ、時代踏んでる、時代踏んでる。しかも倒しきってない。あ、回復薬があった。それで倒してくる。よし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 、3人のストライクショットをぶつけて倒せたら俺の勝ちだ。トゥキン、行くぜ行くぜ、ゴー。くそ、そんなんだった。忘れてた。素人が、素人目。狙った方向に波動砲撃つ。こいつだ、突っ込むのは。軸長。どこに突っ込んでんだよ。ダメだ。いろいろダメすぎる。これも突っ込み系ってちゃんと見とこう。出た敵に炎の流星。そうっすか、そうっすか。ボスに当たってないぞ、ボスに当たってないぞ。流星群来たけどボスに当たってないぞ。終わった終わった。バカすぎて。マインキーパーの処理だもん。ちょっとね、マインキーパーで処理だもん。やばいな、体力がない。地雷がどんだけ効くか分からない。あ、回復あるし。痛い、もろ痛い、もろ食らった。死ぬ。やばいな、やばいぞ。どの辺だ、この辺か、この辺。回復取って。おいいんですよ、いいんですよ。そんな1個ぐらいいいんですよ。もういいんですよ、どうでも。畜生が1個ぐらい野良に行けば、野良で顔合わせすればそれです。いいんですよ。そして出ないで。これが素人、これが素人。あ、出た出た。あれ、あと1個いるんじゃなかったかな。出た、ありがたや。よし、ランクアップした。もう1回いける、まだいける。まだいくぞ。まあ分かったことは、エクスカリバーをちゃんとやってたら終わってたかもしれない。ということだ。強化、これにする。ちゃんとロックしとかないとな。間違えて。こいつはゼニー？ゼニーだな。ゼニーじゃないな。強化はいいか、こんだけだな。これしかない。28。とりあえずレベル上げとこう。今大成功時間ってなかった。キープ。
さあさあもう一回行こう。スラッシュさん行きますよ。究極なんていけません。さあ誰か来てくれ。スネオさん、スネオさんはシードブレイカーダメですね。ダメですね。90でも強い。ダメですね。これもう一回選び直しかできないな。他の人来てくれない。マジでリセットとかないのかな。リセットとかないようでした。じゃあ星4じゃないか。星強い人テキーラ、テキーラさん。クソ上だけか。じゃあこれが強そうだからこの人で。ステータスもそれなりにあるかな、あるかな。どっちがいいだろう。テキーラの方がいいかな。分からん。丸焦げにしてあげるだけじゃ分からん。友情コンボがこっちの方がいいなと無知な状態で突っ込んでいくぞ。さあ2体目出るかな、2体目出るかな。2体目出なくてレベルアップしなかったらもう俺は終わりなんだけど。そう、微妙なところだこの辺。うわー、上下運動になっただけだった。時代あんまり効かないし。めっちゃ効いてる。2個も投げないで時代を。比較的が強い気がする。あれさっきこんなに苦労しなかっただろう。どうして友情コンボ。もう半分効いてるわ、半分効いてるわ。助けろ。よっしゃ倒した。もういいや。あとは回復が出たら嬉しいな。けど出なかった。はい、ポイ。今回はサービスエリアはないのか。ちょ、そんなのやめて。うわー、生き返らされるよ。モードビームだった。挟まった。いいんだよ、とりあえずアーサーに投げとけば。きっとなんとかしてくれる。とりあえずアーサーを狙っておけばきっとなんとかしてくれる。アーサー撃つと倒してしまうな。まあいいか。うわ、地雷踏んで回復薬を取ってくれない。やっぱりちゃんと回復を狙って撃つべきだった。そして13ターン、もう無理じゃないか。ストライクショット撃てないぞ。なんで今回こんなに早いんだ。サービスゾーン、サービスエリアがなかったんだ。サービスエリア高速か。失敗してるけど出た、全部出た。左人もいっぱい。とりあえずやつを倒しておくか。ポンポポン。高速クリアは無理だからしょうがない。諦めよう。地雷を踏んなくてんな。
でもそんなの関係ねえ状態で。まだ終わらんよ。よし、時代不満に回復した。やっぱりマインスイーパーいるな。また変なところに挟まってる。下の間に挟まってる。コン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 。一台が来た。回復ない。回復あった。依頼なんて怖いから、この辺で暴れてこ。じゃあ。当たらんだろ。当たった。自ら当たりに行ってしまった。やべえ、死ぬんじゃねえ、これ。よっしゃー、復活やー。やばい、自分から食らいに行ってもた。でも回復取ったぞ。ビーム行け、ビーム痛い。ビーム痛い。これを取って、トントントン。行ってくれ、よし、行ったー。スピードクリア無理だな。スピードクリア無理どころか。クリアも怪しいぞ。いいよ。マルチ行くよ。マルチに行って、顔合わせでもらえばいいんだろう、石を。好き放題、好き放題。コンティニューしまくればいいんだよ。こいつのスタイプショット何かにいっとこう。地獄のパワーで爆発し、周囲の敵を巻き込みダメージを与える。爆発だけ？爆発だけっすか。味方ぶつかった方がいいな。とか、押しなかった。ゴー！遊んであげる。ストライクショット。え？爆発した？俺も爆発したら見えなかったんだけど。気のせいかな。ちゃんと狙うぞ。ちゃんと狙うぞ、レーザー砲。ピピーン。伝達の加護のもとに、聖剣、うわぁ。おいおい、こんなに効くんじゃねえか。さっきスピードクリアできてたじゃないか。はい。マジかよ、こんな効くのかよ。開いない。そして、出なかった。まだだ。まだだ。まだ出るかもしれない。出なかった。ランクアップ。ランクアップ。ああ。しょうがない。どこかで募集しよう。そうしよう。待つのがもったいないからな。募集しよう。掲示板で適当に探して参加してみた。連れて行ってくれた。ありがたや。お、メモリが足りない。 iPhone6S どうなってんだ。さあ、出るかな。みんな強いのかな。多分きっとみんな強いんだろうな。10。お、しまった。見てなかった。バカやった。ちょっと待って、誰かボムの人いる？ボムの人います？ボムの人いますか？いないぞ。困ったぞ。適当に。はい、あとよろしく。みんなあれだよ、多分運がすごいとかそういうのはないはずだから。まあでもいけるでしょ。時代を、あ、ちょ、ふう、手なんだよ。まだ慣れてないんだよな。画面見、ちゃんと見てないからな。いや、俺に当てるよ。俺に当てるよ。やるじゃないか。おい、爆弾まで取んなよ。まあ、全回復するだろうけど。俺を起点に倒してくれればいいよ。俺を起点に倒すんだ。さあ、俺にぶつかればいいよ。アーサー募集してるのに、俺以外アーサー入ってないんだな。なんちゅうやった。
アーサー募集って書いてるのにな。俺以外アーサーいないじゃないか。止まんない、回復取ってもたわ、スピードアップしてもたわ、ごめんな。アーサー募集をしてアーサー俺しかいないってどういうことなんだ。取らないと、あぶねー、あぶねー。ちゃんと俺に向かって飛んでくる。なんかあれだな、大人気だな俺、大人気すぎ。はい、そして倒してみると地雷を踏むと、ブーブー、まだか、まだか、あれか、お楽しみエリア。あなたの番です。じゃあ俺の番って言われても爆弾子いないしな。爆弾子、ちょ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 、さあよろしく。ど真ん中に戻ったから当てやすいけど、そうでもないな、みんな当てにくそう。よしよし、ちょちょちょ、取らないと、取らないと。こうやってマルチでやって失敗したらどうなるんだ。コントもできるのかな、コントもできないじゃん。どうせ地雷当たるからもう突っ込んでいいよ、突っ込んで俺も。よしよし、倒した、地雷が来る。そして俺こそがまさに地雷になってるんだね。だってよ、だってよ、こっから行こう。ポン、おお、無茶してもだ、無茶した。回復取らなくても全開するんじゃないかな。せっかくだから取ってほしいな、取れなかったな。アットメインってなんだけど、メインじゃないのかな。アットメインじゃないって書いてある。けど、アットメインですって書いてある。あれ？名前が見えない。飛んできたー。アットメインさんか。バリアしたぞ。さあ、俺に向かって飛んでこい。飛んでこい。あ、ちょ。飛んでこなかった。あ、先にヤツを倒した。何この人、プロですか。だって俺することないもんな。誰かに当たっとくわ。あ、完璧じゃないか、完璧じゃないか。たまたまだけど、完璧じゃぶきた、奇跡が起こった。あと10ターンで2回だから余裕で入れるんじゃないか。そこどうすんだ、もしかして弱点トントンにするか。これない、これない、うー、かわいそうに挟まって、それもカカカカーンで終わるタイプなのか。ほらやっぱりカカカカーン。これスピードクリア無理かもしれない。地雷来た、予選音楽が全然効かない、全然効かない上にどうしようもないもん。逆転はそっか、何かな、弱点当たってねえ。何してんのそれ、自殺続き。大丈夫だ、ラスト一旦俺死んでしまいます、死んでしまいます。回復あるよ、それ取れないんじゃない、それ取れないんじゃない。あ、爆発で倒した。お、ちょうどビームが回ってくる、ビームを決めれば勝てるんじゃないか。
だいぶ帰ってきた。ストライクショット、いけ、ストライクショット、こいこい。神様からのお手紙届けに来ました。全然聞いてない。あ、弱点をこっちに持ってこい。どうなんだろう、自分の番か。ここだ、いけー。さあ、どんだけくエクスカリバー、最高じゃないか、完璧じゃないか。まあ、あとよろしく、頑張ってね。ガブちゃん、ガブちゃん、これどっち進化かな。ガブちゃん進化。おい、ストライクショット使えよ。よしよし、ガブちゃん、いや俺に当てなくても多分完璧で、そこに行けばいいと思うよ。来た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 。でも出なかった。はい、お疲れ。これが底辺の戦い。上手い人はもっとやばいんだろうな。出ろ出ろ出た、終わってしまった。ありがたや、ツイッターで一緒に撮りませんかっていうふうにお誘い来てくれたけど、終わってしまって。こっそりついていくか、確かこれまだ使うだろう。ありがたや。確か見れたよな、誰で使いますとかいうの見えたよな。モンスターモンスターボックス、トンロックしといて。え、めっちゃ使うやん。 10は無理だ、確かこっちでいくと6使うのか。はあ、いや進化だ、ガブはガブは進化だ、ガブは進化でいいんだ。ストライクがよ、あとプラス、あと6個、6体、あと6体、あと6体ですか。そうっすか、あと7体だな、ヒミコが出た時のために考えて。あと7体ですか、そうっすか、わかりました、頑張ります。じゃあこの辺で終わります。ガブさんでした、ガブさんじゃないわ、スラッシュ、なんだったっけ、闇に選ばれし覇王のスラッシュさんでした。折り重ねも取りたかったな、しょうがない。ではまた何かあればやります。